あ、それでは、膝体操を行います、膝のストレッチはまず股関節を伸ばす。それも内転筋をしっかり伸ばすということが有効だと考えています。ですので、このようにこう壁があったら、壁に、お尻をくっつけて両足を等しく開けていきます。このまま読書をしても音楽を聴いてても構いません。とにかく体をリラックスして、両足は等間隔で開いていくように力を抜いて息を吐いていきます。自分のペースでやれますし、何も時間に制約されることなくできるので非常に有効だと考えています。ぜひやってみてください。あ、それでは膝の体操をしてみたいと思います。膝の、ね、関節軟骨は非常にね、痛める可能性が高いところだと思います。前にも動画を上げたんですけども、膝の関節軟骨っていうのはね、まあ、今このように、穴がだいぶ小さくなりましたけども、まあ、ここにドリルで穴を開けてね、内視鏡で、それで、まあ、関節膝軟骨が、まあ、本当は1枚なんですけども、1枚の、1枚がこう2枚みたいにパカッと割れたりするんですよね。で、僕の場合このもう1枚前の方がこんな風にくるっとねペロッとめぐれたわけですね。これが足がね伸ばせなくなっちゃったんですよね。足がこれぐらいしか伸ばせなくて、歩けなかったということで、それでね、まあ、手術をしたんですけども、まあ、皆さんもそういうね、あの可能性があります。どなたにもあると思うんですね。50歳にもなれば膝の悪い人はもう本当に多いので、このようにこう正座とかできなくなりました。もう一回慣れなく、膝関節が痛くてこのように、ね、正座できなくなったんですけども、まあ、皆さんにはまたそういう風になっていただきたくないと思いましたので動画作りました。それではね、やっていきたいと思いますね。まず両足を揃えて前に倒す。息を吐いて、はい、そんな両足を開いて前に倒します。右側、左側、次は前を伸ばします。大腿直筋ですね。で、そしてこう後ろの方に体を反らしていただきます。だらーん。この時別に肘じゃなくてもね、両手でこれぐらいでも結構です。できればこう肘ぐらいまで、もう肘でも大丈夫だったらもうパターンと倒していってください。はい、両足をね、同じように伸ばしていきます。胸を張って息を吐いて、もしもっとできれば両膝を 両肘ですね、ペタン倒してください。はい、そして両足を開いて前に倒します。すると先ほどよりもだいぶ前の方に行きます。股関節の体操は、膝関節を守るためには一番有効だと私は信じています。ですから皆さんも、ね、このような体操をやっていただきたいなと思っております。